やっぱりなんだろう、しっかりと自分たちのリズムで動けていたので、得点を連続得点だったりそういうのを取ることができていたんですけど、やっぱりそれが続けられないというか、やっぱ中盤一番こう点数をつけれる場面だったりとか、やっぱ競っている場面で逆に中盤自分たちがそのまま 足が止まってしまってるっていうか、せっかくいい流れで回せていたのに逆に自分たちからあまり動かなくなってしまって、逆に連続得点を取られてしまう場面が多かったので、やっぱりそういうところを本当に続けられる力をつけないと全く上で勝っていけないなっていうふうに痛感しました。続けられないっていうのも相手のそういう、まあ、球の回し方とかその辺が影響してるんですか、それとも自分たちの方でなんか少し受け身になってしまう。もちろん相手もしっかり考えてきていると思うので、ところどころまあ、なんだろうな、やっぱり向こうはラリー型でそこから自分たちで攻撃にバンバンバンって持っていく来るタイプなので、やっぱりそこをなんだろう、本当合わせてしまってるっていうか、相手のそのやりたいことを同じ感じでずっと付き合っちゃってるので、そのずっと自分たちのリズムで動き続けれないとダメだなと思いました。まあ、予想してたことだと思うんですけども、すごく声援があるタイプなので、しかも相手がインドネシアのトップダブルスですね。やってみて実際その辺っていうのはどうでしたか。いや、まあすごいやっぱり声援が大きいなっていうのは、まあ別に予想していたので、まあ、そこはそんなに気にならなかったっていうか、まあ、自分たちのやるべきことをって思いながら入ったんで、それはまあ気にせずできたかなと思います。スーパー戦の大会で、まあ、この未来将来に向けても大切な大会だったと思いますけども、そういうのを踏まえて今回結果っていうのはいかがですか。まあ、やっぱり今はすごい1回戦から強い相手と戦うことが多くて、なかなかそこを乗り越えれてないのが現状なので、スーパー戦も初めて出させてもらった大会なので、やっぱりそのトップの選手とこの大会で戦えたっていうのは、やっぱりこの負けを今後の勝ちにつなげられるように、この負けからしっかり学ぶことは多かったので、次につなげたいなと思います。本当に悔しいですけど、しっかりと次もジャパンオープンもあるので、まずはしっかりそれまでの練習をしっかりと、まあ、今回の負けの反省をしっかりと生かしながら練習して、ジャパンオープンでまたしっかりと自分たちのプレー出せるように頑張りたいなと思います。お疲れ様でした。Terima kasih, puji Tuhan kami bisa melewati babak pertama dulu ini. Memang ini tujuan kami kesini, memang kami ingin bermain babak dari babak ke babak dulu, karena kami tahu kami mau fokus satu-satu dulu ya, tanpa mengecilkan tujuan kedepannya. Jadi kita lebih fokus, lebih lega kalau kita bisa menang satu demi satu dulu. Dan ini memang ya, puji Tuhan kita bisa capai. Udah. Kalau ada yang